はい、こんにちは。今回は谷をこばのガバメントですね。久々にねちょっと遊んでみたくなってね、最小回になりますけれども、M1911A1 ね、このモデルとですね、それとインベル M1911 刻印モデル、こちらでねちょっと遊んでみたいと思います。この M1911A1 の方はですね、ミュールーさんとのね、コラボになってるのかな、ミュールさんが、はい、販売という形になってますね。どちらもダブルヘッドオープンデトネーターでブローバックするタイプです。うちのやつは今ねまだ未発火ですね。でグリップはね、多分これ私自分で付け替えたんだと思うんですけども、とりあえず両方ともね木ぐりにね、なっていますね。こっちはついてたかもしれないな。はい、久しぶりなんでね、どうなってんだろうっていうのがよく素性が自分ではわからなくなっています。たまらなくね、このところガバほとんどあんまり紹介していなかったような気がするね。特にモデルガンの方はね、久々にねこのねスムーズな装填廃墟をやってみたくなってね、今回再度ご紹介する次第でございます。いいですね、すっきりとしたね、1911A1 軍用ガバですね。はい、インサートはね横に入ってますね。しっかりとね入ってて、この辺でもう見えますからね。はい、いいですね、こんな感じですね。往年のね MGC-GM2 と呼ばれているねガバメントの紙火薬でのねプラカードのグローバック、はい、そのあたりをご記憶の方からするとね、こうクイーンはしっかりしてるわね、分解方法はね、リアルな方に随分寄ったし、何よりねあのプラカードがまたこうやってね別の形で復活してるっていう、なんかもう時代がよく分かんなくなるようなね、記憶が混乱するような製品出してくれてますよね。もっと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 出してほしいですね。はい、私なんかやっぱり最初 A1 を手にした時にやっぱりなんかこう感動したなと思うのは、このねこの辺りのセーフティーのその形とかね、あと何だったんだろうな、やっぱりあとここかな、この辺のねメインスプリングハウジングとかね、あとこのねランヤードリンクなんかすごくね興奮しましたね。もうこの形ね本当に見慣れて、おそらくなんかモデルガンとかっていうとパッとやっぱ浮かぶのは今もうガバメントになっちゃってるのかな、自分の脳みそが。まあそんな感じのするねモデルですね。それからこのインベルの方はね、私の方はあんまりね記憶には、記憶っていうか子供の時はもちろんこのモデルなかったんで、はい、発火性能の良い谷をこばさんの製品に、まあ、こういう形のねバリエーションが生まれるということは、バリエーションをねコレクションしてる方ももちろん楽しいでしょうけれども、ここでやっぱ発火できるっていうのはやっぱり付加価値でしょうね。私はねすいません、もったいなく、もう発火はね時々動画でねアップさせていただいていたあの XSE とかにねちょっともう集中しちゃってね、かわいそうなぐらいで彼は打ち込まれていますけれどもね、元気いっぱい動いてくれてますね。まあ、その分触ってあげられるということでね、はい、本人というか本体の方はどう思ってるんでしょうか、銃の方はね。はい、こんな感じですね。パッケージがね、シールが違うだけでパッケージは中身は同じですね。これがあのインベルの方のやつですね、こういう感じですね。でそれと、はい、こちらね、あのミュールさんのね、あれが入ってますんで、横のところで、ちょっとだから違いますね。通常の谷岡場さんのバリエーションのやつでね。取扱説明書は共用ですね、ほとんどが。表書きは違うんですね、ここのところは、ね。このイラストは変わります。ね、インベルのやつは、まあ、こういうやつ。なかなかポイントポイントを抑えたね。はい、あのね往年の MGC のあのイラストほどね正直言ってグッとは来ませんけれども、これはこれで味があっていいかなとね。ミリタリーの方はこんな感じですよね、こんな風に。まあここそれぞれ変わってくれてるだけでね随分ね、ただねこれはあの印刷っていうプリントアウトに近いんじゃないかなと思うんで、ね、中身はこれ一緒ですよね。私さっきこの中身は一緒だなって言ったんですけど、ね、あ、同じですね、ほぼね。は
はい、ほぼ一緒だと思います。この2枚はね、彼のパーツリストが違うのと、こちらはね、ミュールさんの本になっているということですね。はい、さあ、じゃあ楽しく装填廃墟をねしてみましょうか。どっちからいきますかね。まあやっぱり、まあ、本家というかね、まず金属カートですね。ハードアルマイトカートってやつですね。軽いです。インナーはもちろん抜いてあります。やっぱりね、オープンデトネーター楽ですよ。サク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 ね、あの火薬詰められるんで、多少ね暴発、そうだな、ほとんどないですもんね。ね、プラカートとあんまり変わらない重量に感じますよね。ね、ガシャッと入れてね、これをね、じゃあ金、いい音ですね。はい、カートがね今ねデトネーターを包み込んだ音がしましたね。でこれがねポロンと、こんな感じですよ。ポロンポロンポロン、すっげえ安定感ですよね。ちょっとねもうにんまりしちゃいます、正直言って。はい、じゃあ次ね、インベルの方はどうでしょうか。もちろんね最初にご紹介した当時にやってるはずなんですけれども、やっぱ時々確認しないとね、眠らせてる間に何かが起こっちゃったかもしれないですからね。4発ぐらいでいいか。まあ元銃がね同じなんで調子は一緒だと思うんですけれども、どう引くと一番楽しいんですかね。今度はちょっとこうスライドストップかけたところからいきましょう。やっぱりこのねホールドオープンした時にね、中のカートがね覗けますと、これはもう最高ですよね。じゃあこの方向でいきましょうか。うわあ、さっきとやっぱ音違いますね。さっきはあのデトネーターをシャッコンって包み込む軽い音がしましたよ。ちょっと違うな。これもねボロンボロンボロンですよ。これがね発火すると飛んでく飛んでくですからね。あの以前ご紹介したの XSE なんかのやつなんかもう画面中プラカートが飛び回ってますからね。はい、ホールドオープンしてもかっこいい。やっぱりガバっていいなっていうのをね、はい、月1ぐらいやりたいな、ガバのこういうね、ひたすらあの私がガバをめでるというかね、遊ぶ動画っていうことでね、ちょっとプラカートも行ったら、プラカートはどっか行きそうだな。たくさんありますよ。プラカートのサイズが少し内径が違ってたっていうお話ってしましたよね、以前ね。ちゃんとね、電話でね、いろいろと丁寧にね、谷岡さん教えてくれましたんで。で中で火薬がね、ここ動いちゃったりするんです。で、結局うち対策として、あの、キャップ火薬あんまり綺麗に切らないでね、バリ残したまんま入れるということでね、解決をしました。このプラカートはいいですよ。結構使えちゃうんですよ、これがまた。はい。じゃっこん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 。どんだけ調子いいんだよって感じですよね。で、またね、お掃除もね、ガバは楽だし、ジャブジャブ洗ってね、水だけでいいって書いてありますけれども、私はね、きれいに中性洗剤でね、シャカ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 洗うのが好きですね。はい。お、ちょっと待って待って待って。危ない危ない、乗っちゃう。はい。よし、今のはオペミスかな、私。お、ちょっとなんか違うな。ピュンってこう、回転がつきますね、こいつはね。いや、いいですね。楽しい。これ一晩やってても飽きないですね。まあ私なんかもう年なんで、最近ね一晩なんて言っててもすぐ眠くなっちゃいますけれどもね。若い皆さんなんかね、まだまだね、もう何時間でも遊べるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。もちろんね、ちょっと重さとかそういうね質感みたいなところではね、はい、高額なね、すごい高密度な樹脂を使ったね他社さんのやつとかに比べればね、それは不満足な点も多少あるかもしれませんけど、私自身は全くないですね。はい、とにかくガバメントらしさっていうのをねすごく感じますよね。
特にこのインベルの方はいいですね。色合いもぐっと渋くてね。でガバのね、ガバというか 1911A1 の方はね、どちらかというとそのグレーっぽい感じそのまんまということでね。で今気がついたんですけれども、仕様としてね、新型ワイドエキストラクターっていうのがついてるらしいですね。はい、こんな感じ見えますかね。これはどっちも同じかな。あ、そうですね、微妙に表現が違う。どちらもね、すいません、ウッドグリップはね、これあれですね、ちゃんと純正でついてきてるんですね。失礼いたしました。はい、自分で取り替えたかね、手柄を横取りしちゃうところでした。ここのね、新型ワイドエキストラクターとワイドエキストラクターがどう違うのか、今見てすごく気になってしまいました。はい、そのうちね、確かめてみたいと思います。さて、もう一回ちょっとこっちのインベルの方でやろうかな。金属カートでもう一回ね、当店廃棄をさせてもらいます。まったりと、ね、お酒なんか飲みながら今日みたいな動画を見ていただきたいですね。はい、ガッチャンと、はい、後ろから見るとこんな感じでね、火薬が入ってるガンでこの感じ見るとやっぱりちょっと緊張感いまだに走りますよね。よしとでしっかり握ろうとかね、はい、ね、危ないことしないようにしなくちゃって気になりますよね。バンってやるとね、ポンとポンとポンとことですね。はい、楽しいです。ということでね、今回ちょっとね、私が勝手に遊んで終わりみたいな感じになっちゃって申し訳ないんですけれどもね、はい、タニオ・コバのね、 GM7.5 シリーズですね。 M1911A1 ね、こちらはね、ミュールーさんが販売元という形になっています。それとこちらはインベルですね。はい、2丁ね、はい、どちらのね、銃がいいとか悪いとかそんなことじゃなくてね、並べてそれぞれのね、雰囲気、ちょうどね、色のトーンが違っててよかったですね。はい、ということでね、遊ばせてもらいました。ではまた。